チェロ・ソナタへ、蝶々作品6は、リヒャルト・シュトラウスが作曲したチェロとピアノのための、ソナタである。シュトラウスによる、チェロ・ソナタはこの作品が、唯一のものであるが、この他に1883年に作曲されたチェロと、還元楽のための、ロマンスがある。当時18歳のシュトラウスが、ミュンヘン大学に入学した頃、1882年から、 翌1883年にかけて作曲された。シュトラウスはチェロの音を好んでいたが、作曲の契機となったのは、当時ミュン編宮廷管弦楽団の首席チェロ奏者を務めていたハンス・ビーハンとの出会いがきっかけであると言われる。ビーハンは1881年に弦楽史重奏曲の初演に参加しており、シュトラウスとはその時から親しく交流していた中であった。 初演は1883年12月8日に、ニュルンベルクで、ビーハンのチェロ、ヒルデカルト・フォン・ケー・ニフィスタールのピアノによって行われた。演奏家や聴衆からは、好評を博し、これに自信を持ったシュトラウスは1883年に、夏季の、ロマンスを作曲するに至った。楽譜は1883年10月に、ミュンヘンのヨーゼフ・アイプル社から出版されたが、後に、 ウィーンのウニベルザール出版社に版権が映っている。作品は初演者の B 班に検定されている。以下の三楽章からなり、演奏時間は約24分。ルートビヒバン・ベートーベンやフェリックス・メンデルス・ゾーン、ヨハネス・ブラームスらの先輩作曲家からの影響が多く見られる。ロマンスへ、蝶々は上記のチェロ・ソナタが完成した1883年に作曲された。 チェロと還元楽のための作品である。同年の6月27日に完成され、初演は1884年2月15日に、バーデンバーデンにて、B 班によって行われた。これ以降、フライブルクやアーヘンなどで演奏されているが、出版はされなかった。そのため、作品は1980年に再発見されるまで、忘れられていた。 後にシュトラウスはこの作品を感情楽章として使用し、チェロ競奏曲に仕上げようと試みたが、自身のオーケストレーションに不満を感じたため、これを没にした。現在では、還元楽伴奏版による演奏はほとんど行われず、もっぱらピアノ伴奏による版で演奏される。ありがとうございます。